はい、こんにちは。今日はですね、おふきのね、家でできる、ね、ガチ型取りということでね、お送りしたいと思います。はい。まあ、家でやるね、普段のね、まあ、メニューっていうのが、こんな感じでやってるんだっていうのがね、まあ、伝わったらいいかなというふうにね、思ってます。まあ、結構ね、プレス系については重量をね、扱っていく形にしています。はい。で、それ以外については、まあ、重量使うものもあるし、軽い重量で効かすものもあるし、結構でもね、後半になるにつけて、インターバル短くしていくって感じでね。で、肩は結構トライセットとかジャイアントセットとかね、あともコンパウンドセット、同じね、部位を2連チャンでドロップしてね、ちょっと種目変えたりとかね、するやり方もね、結構対応してます。それではね、今からやっていきたいと思います。おお、びっくり、いった、
おお、めちゃくちゃ効く。こう、なんかこうね、焼き切れる感じやばいっす。さっきのサイドもそうなんですけど、最後に、ジャイアントセットでね締めますね。前、横、後ろね、全部ね網羅する、メニューですね。結構、種目数としてはこのパラレルの、ダンベルプレスね、主にフロントですね。でその後にすぐダンベルの、フロントレイズ、これパラレルで、はい、これもパラレルでね上げます。でフロントレイズやって、で次が、サイドレイズ、通常のねサイドレイズやります。でその後座ってから、軽めの 2.5 キロぐらいにして、ここまでね上まで上げる、はい、サイドレイズシーテッドでね、やります。でその後、牛リアということで、リアがですね、まあ、よく言う有名なね山本スペシャルなんですけど、はい、シート使って、リアレイズねやって、今度は小指後ろにしてローイングやって、追い込むっていうね、オールワークするという形でね締めたいと思います。はい、これね2セットで、ね、やります。これを、まあ、3分ぐらい休んでもう一セットで、はい、あ、肩のパンプやばいっす。はい、こんな感じでやってますね今。最初1種目目のね
プレスだけちょっと重い重量扱うので、インターバルね、4分ぐらい取る形になるんですけど、その後のね、セットについては、結構サクサクやるので、全然ね、1時間以内でね、かなり追い込める内容になってますね、これはね。はい。40分ぐらいかな、時間としては。結構ね、ジャイアントセットとか、心折れそうになっちゃいますけどね。でも、パンプやばいっすね。パンプとこの切れそうになる感覚ね。よく効いてるんだなっていうふうにね、思いますね、これね。はい。まあ、きついなと思う方はね、セット数ね、まあ、2セット、ジャイアントセットも他のセットもね、基本2セットずつやりましたけどね、メイン、最初のね、1種目以外はね、まあそこね、別に1セットでもね、1ループでもね、十分いいと思います。はい、かなりハードな内容。もしくは、最後にやったジャイアントセットか、その前にやったその各、部位のドロップセットですね。ドロップの、ちょっと種目変えてやるやり方。そっちだ、どっちか片っぽだけでもいいですね。それでもね、前、横、後ろね、全部網羅できますのでね。ちょっと自分がやってるのは、まあ、初心者からすると、結構オーバーワークかなというね、気はしますね。はい。まあ、自分の場合も普段からこんなことやってるので、慣れちゃってるので、これぐらいではね、全然オーバーワークにならないんですけど。はい。まあ、というわけでですね。はい。お吹きのね、ダンベルできるね、肩トレね、ちょっとガチで、やった様子をね、お送りさせていただきました。はい。まあ、参考にね、一参考にしていただければいいなと思います。では。